皆さんこんにちは、荻上チキです。今日はヒドゥンカリキュラムという言葉について考えてみましょう。ヒドゥンカリキュラムというのはヒドゥン隠されたカリキュラム過程ということになります。過程というのは教えるカリキュラムですから、教則であるとか教えるその内容というような、そうした意味の言葉ですよね。で、このヒドゥンカリキュラムというのはどういった時に使われる言葉なのかというと、学校であるとか、あるいはその家庭の中でいろんな教育を行う際、カリキュラムに書かれている内容を伝えるだけではなくて、実は多くの人たちが意識してないけれども、隠されたカリキュラムに沿って私たちは教育を受けていくのではないかということを考え直すためのものなんですね。このヒドゥンカリキュラムというのが日本で特に使われたのは90年代頃、男女混合名簿にしようというような、そうした運動があった時のことです。今皆さんが通っている学校、あるいは皆さんが通っていた学校、あるいは皆さんの家族や知り合いなどが通っている学校というのは男女混合名簿になっていますか、それとも男女別名簿になっているでしょうか。もともと日本では90年代以前、男女別名簿というのがとても多かったんですね。つまり男性をあいうえ順に読んで、次に女性をあいうえ順に呼ぶというような格好になる。男性の名簿と女性の名簿が分かれていて、それらを順番に読むということになるんです。で、例えば入学式とかいろんなセレモニーの場所でも、男子が座る場所、女子が座る場所というのが大まかに分けられていて、そして何をするとも、じゃあ次は男子誰誰、じゃあ次は女子誰誰っていうようなことが、繰り返し確認されるということになるわけですね。つまり、様々な場面において、分ける教育、区別する教育というものが浸透していくというようなことが起こるわけです。こうした名簿一つ、目くじら立てることないじゃないかって思われる方もいるかもしれません。しかし、こうした名簿を作ることによって、場面場面によって男女を分けて教育をするということを行うということを是とする。そして、必要がない場面においても、男女を分けるということを強調するということが起きるわけです。例えば、着替えであるとか、あるいは身体測定であるとか、あるいはプライバシーの配慮であるとか、いろんな場面において男女というものについての認識が必要になることも場合によっては起こります。でもそれは全体の中のごくわずかなはずです。しかしなら日常的な場面で、じゃあ次は男子何々というような仕方で、その人のジェンダーというものを繰り返し意識づけを行うことがどこまで必要だろうかということを考えなくてはいけないわけですね。つまり、この男女別名簿というものが、人々のジェンダー意識というものを誰も意識しないような仕方で構築していく、作り上げていくという、そういった役割を果たしているということがわかるわけです。こうしたヒドゥンカリキュラムというのは、今でも学校、あるいは家庭教育の様々な場面に存在しています。私が取り組んでいる問題としては学校校則。学校校則は一つのヒドゥンカリキュラムとして、こういったメッセージを伝えています。男と女というのは別の振る舞いをするものなんだというメッセージです。例えば学校校則では、男子と女子とで認められている髪型というものが違います。また認められている服装も違うわけです。体操の時の服装であるとか、あるいは水泳の時の服装だけではなくて、様々な制服の着こなし方であるとか振る舞い方、そうしたものがいちいち違うような仕方で区別つけられているわけですね。そうしたようなものがあると、一つのヒドゥンカリキュラムとして男性と女性は別の存在であり別の振る舞いが求められるのだというようなことを学校側が教えているということになるわけです。ジェンダーに関わらず様々なヒドゥンカリキュラムは存在します。そのうちの一つというものが、上が決めたことには逆らうなというようなヒドゥンカリキュラムです。どういうことかというと、学校の校則、全国の校則を調べているんですけれども、学校校則の改変要件があるところがとても少ないんですね。つまり校則をどのようにすれば変えることができるのかということが書かれていないです。この国は民主主義社会で、議会制民主主義というルールの下でやっています。議会制民主主義ですから、選挙で多数を取った人を議会に送って、その議会の中で法律を作ってルールを決めるというように手続きが書かれています。なので、どこまで変えられるかは別として、選挙、あるいは議会、こうしたような場面でしっかりと議論を重ねていくことによって、法律は変えられるということを私たち知っているわけですね。ところが学校校則については、どのようにすれば変えられるのかというのが定められていないところが多いんです。場合によっては、生徒総会で何分の1の承認を得れば校則を変えられるであるとか、あるいはその校長先生が決めるというようなことを明記しているようなところもあります。しかし、おおむねそうした学校校則の改変要件が書かれておらず、学校側が一方的に変えるということが行われていて、それに対して理不尽な問題で変えたいと思ったとしても、どう変えればいいのかというのが書かれていない。なぜならば、生徒たちが変えたいと思って変えられるということが埋め込まれていないからです。想定されていないんですね。そういったようなその校則の下で成長すると、当然ルールには従うものだ、理不尽には慣れるものだ、
上には逆らわないものだというような、そうしたようなものを学んでしまうところがあります。学校というのは民主主義のための入り口であり、そして今は主権者教育をしましょうというようなことを言っているわけですね。一方で主権者教育として政治発言を適切にできるようにしましょうと言いながら、政治活動に参加するのをやめましょうとか、皇族はとりあえず守りましょうというような仕方で、様々な従順さというものを育てているというところがあるわけです。このように様々な非軍カリクラムというのは、ジェンダー意識だけではなくて、権力との付き合い方であるとか、社会運動との接し方であるとか、日常の様々なコミュニケーションに至るまで、様々なメッセージというものを私たちの中に起こり続けてきたものです。今でも様々な拘束や様々な仕組みというものが、いろいろな非軍カリクラムというものを残している。なので、私たちの日常の中でどんな非軍カリキュラムがあるのか、実は学校以外にも家庭あるいは、様々な職場あるいは街の中にどういった隠されたメッセージが染み込まされているのかということも考えることが必要でしょう。それこそ日常的に使われているカメラマンというような言い方、こういったものに対している非軍メッセージはそこに何かしらないのか。そのメッセージというのはやっぱり、マン、男性というものが一般的に職業につく前提であって、女性はまあ二流であるとか、あるいは想定されていない労働者だというふうにされてしまってはいないか、そのようなことを考えていくということも重要になるわけですね。何が隠されたメッセージになっているのか、何が隠されたカリキュラムになっているのか、そのようなものを読み解くという力も様々なところで身につけていくと、自分にかかる理不尽というものを解消していく、跳ねのけていく、そうした力の大きなる一歩になってくれると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。